本日はお忙しい中ご参集くださいまして誠にありがとうございます。会場にお集まりの皆様、そしてインターネット配信をご覧の皆様、お待たせいたしました。本日司会を担当いたします新日本プロレスリングアナウンサー渡辺大成でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日はいよいよ明日に迫りました福岡国際センター大会で開催されます IWGP 世界ヘビー級選手権試合の調印式を行います。プレスの皆様はぜひ幅広くお取り扱いいただきますようよろしくお願いいたします。本日の立ち会い人は新日本プロレスリング株式会社取締役会長菅林直樹が務めます。まずはチャレンジャー第93代 IWGP ジュニアヘビー級チャンピオン高橋宏夢選手の登場です。続きまして初防衛戦となります第7代 IWGP 世界ヘビー級チャンピオン真田選手の登場です。 So what? We're gonna change You already die Just five guys チャレンジャー高橋宏夢選手より明日のタイトルマッチに向けたコメントを頂戴いたします。宏夢選手お願いいたします。新日本プロレスの皆様こんにちは。ちなみに上で見られている方は一般のお客さんですか、それとも一般のお客さんですか。一般のお客さんも両方いらっしゃるんです。じゃあもうプロレスを知らない人も見てくれてるっていうことですか。それは素晴らしいですね。これはいいと思いますよ、すごく。ではそのね
プロレスを知らない方もいらっしゃると思うので、まあ、自己紹介からさせていただきます。改めまして、新日本プロレス IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンの高橋宏です。ぜひヒロムちゃんと呼んでください。そしてIWGP 世界ヘビー級チャンピオンの真田選手です。そしてこちらにおわすは新日本プロレスの神と言ってもいい存在、菅林会長です。新日本プロレスには2つの階級があります。1つは100キロ以上のヘビー級、そしてもう一つが100キロ以下のジュニアヘビー級。そのジュニアヘビー級のチャンピオンがこの俺、高橋宏です。そして明日の福岡国際センターで階級の違うジュニアのこの俺が真田選手の持つ IWGP 世界ヘビー級のベルトに挑戦します。階級が違うのに戦うんですか？そうなんです、プロレスは戦うんですよ。階級が違っても戦うんです。それがプロレスの一つの醍醐味です。俺は中学1年生の頃からジュニアチャンピオンのまま、そしてジュニアのままヘビー級のベルトを取ることがずっと夢でした。中学の頃から思ってたんですよね。なんで階級が違うのに戦うんだろう、すごいな、面白いな、これがプロレスの面白さだ。そしてジュニアの人間がヘビー級の人間を倒した時すごく興奮したんですよ。それを今でも本当に覚えてます。その興奮を味わうために俺はこうプロレスをやってるって言ってもおかしくないです。プロレスをやってる理由の一つでもあるんです。明日その夢を叶える日です。ジュニアチャンピオンの高橋宏がIWGP 世界ヘビー級チャンピオンの真田さんに勝つ日です。真田さん、楽しみにしてます。平本選手ありがとうございました。続きましてチャンピオン真田選手よりコメントを頂戴いたします。第7代 IWGP 世界ヘビー級王者の真田です。皆さんサナヤンと呼んでいただけたら幸いです。昨日も会場で真田なのかサナヤンなのか統一していただかないとコールが聞きづらいので、ここにいる皆さんはぜひサナヤンと呼んでください。このドンタクのツアーが始まる前、海外で2試合やってきて休むことなくドンタクツアーが始まって、その途中ヒロムさんは IWGP ジュニアのタイトルマッチをやって相当疲れてると思うので、そんな疲れてる相手に負けるわけがないっていうのが一つ。あとヒロムさんはこの IWGP 世界ヘビーのチャンピオンになったらすごいことですし、
俺は勝って当たり前の状況なんで、そんな状況の相手に負けるわけがないっていうのも一つ。あとチャンピオンはジュニアだろうがヘビーだろうがいつでも戦う準備ができてるっていうことは一つ。ヒロムさん、楽しみにしてますよ。原田選手、ありがとうございました。それでは質疑応答に移ります。よろしくお願いいたします。はい、真田選手に質問です。名メンターとして、そして IWGP 世界ヘビー級王者として、このシリーズ、各地でお披露目してきたと思うんですけども、そのトップ選手としてのそのお気持ち、そして前哨戦を振り返って一選手として高橋ヒロムという選手はどういうふうに思われたでしょうか。まずチャンピオンにはなったんですけども、本当の意味でチャンピオンにまだなりきれてないと思うので、一つずつ勝って実績を残していきたいなと思っております。あとヒロムさんに関してはジュニアで今一番勢いに乗ってる人だと思いますし、世界で一番ジュニアの顔がないような気がして、そんな人と戦えるのはすごく嬉しいです。はい、続いてヒロム選手に質問です。先ほど真田選手から金丸選手との試合もあって疲れてるんじゃないかということもありました。そして、勝って当たり前というような言葉がありました。これに対して、いかがでしょうか。これがね、誰もが気持ちはもうちょっと疲れてるんじゃないって、そう思うと思うんですよ。世界ヘビー級チャンピオンの真田さんもそういうふうに言ってたんでね、ファンの皆さんもそう思ってると思うんですけど、これがね、全く疲れてないんですよね。これはもうね、自分でもびっくりしちゃうんですよ。こんなに疲れてない、こんなにダメージが残ってない、不思議だなって思うんですよね。これを本当だと思うか嘘だと思うかは真田さんにお任せします。それから真田選手から勝って当たり前だと。いいんじゃないですかね。そのぐらいの気持ちで来てくれないと困りますしね。いいと思いますよ。俺も負ける気は全くしないんで、勝つ想像しかできないんでね。もう今から楽しみで仕方ないですよ。この IWGP のベルトの歴史って何年かありますか。35年近くですか、会長。会長に聞いてるんですよ。35年ぐらいですね、確か。36年かな。87年とかでしたね、確か IWGP のこうベルトができたっていう。違いますか。それぐらい答えてくれてもいいんじゃないですか。わかりますよ。ヒロムちゃんと絡みたくないって緊張すごくわかります。でもそれぐらい言ってくれてもいいんじゃないでしょうか。この素直な疑問なのでね、たぶん35年ぐらいだと思うんですよ。その間ね、ジュニアの人間がヘビー級のベルトにヘビー級のベルトを取ったことはないんですよ。これはね、もし取ることができたらすごい快挙なんですよ。35年の歴史があるのにジュニアの人間がまだ
一度もヘビー級のベルトを取ったことがないんですよ。それをこのヒロムちゃんがやろうとしている。これはね、皆さん明日見れるものは普通に見れることじゃないんですよ。まず挑戦すること自体が普通じゃないんですよ。その上、俺がベルトを取った時はもうこれはこれは本当に大爆発することでしょう。すごいことなんです。これは俺の夢であり、この夢は本当にすごい夢だと思ってます。明日はその夢をただ思いっきり叶えに行く、それだけです。あ、すいません、あのヒロム選手に追加で質問よろしいですか。どうぞ。あの今、おっしゃったように、はい、あの歴代のですね、過去の、ジュニアチャンピオンで、ヘビー級のベルトを巻いたことがない、まあ、ヒロム選手も2020年に一度、リービル選手の2冠に挑戦して、はい、失敗しているわけですけれども、はい、まあ、その歴史に名前を残すことを達成するために一番必要なものは何だと思っていますか。すげえ難しいことを聞きますね。すごい難しい質問ですよ。それはもうなんか前もって言われておきたかった質問なぐらい難しいですね。でもそれが分かったらもうすでに俺取ってると思うんですよね。それが何なのか俺には分からないです。はい、正直に分からないって言いますよ。はい、ただ俺は別に運動神経がいいわけでもなければ身長もない、別に力もなんかそんな人並み外れてあるわけでもなければ、本当にね、本当に人に勝るものが俺はないんですよ。ただ諦めない、ずっと夢を追ってきた、それだけは誰にも負けない自信があります。意地だとかそういうものだけは真田さんに負けてないんじゃないかなと、そう思ってます。だから俺にはそれしかないですかね。あと、すみません、真田選手は、3月までロスインゴ・ベルナブル戦ハポーンの、同じユニットで戦ってきて、まあ、今シーズン敵として改めて戦ったと思うんですけれども、対戦相手としての真田選手、あのヘビー級チャンピオンとしての真田選手の印象をどう感じましたでしょうか。いや俺本当に昨日もコメントで言った通り、 LIJ にいた時にも俺真田さんとその喋ってないんですよね。喋ってもこうなんていうか会話が成り立たないというか、なんかまあこういうこうですよねって言ってもちょっとって言われて終わっちゃうぐらいの関係性しかなかったんですよね。でもなんかもうこう喋らなくてもまあお互い伝わってるというか、こう試合でタッグを組めば自然とこう連携ができるみたいな、そんな関係ではあったと思うんですよ。でまあジャストファイブガイズに入って、まあいろいろとこうやってね喋るようになった真田さんを見ても、まあやっぱり真田さんってやっぱよくわかんねえなと思って、何を考えててどこまで真実なんだろうと、どこまで言ってることが本当に思ってることなのかなと、いろいろ考えちゃうとね、これますます真田さんって何なんだろうと思っちゃって分かんなくなっちゃうんですよね。うん、だからつまりね、分からない。これね、今までね、こう今多分3分ぐらい今言ったんじゃないかな、喋ったんじゃないかな、でも結果ね、分からないっていうのが正解かな。2秒で終わる話でしたね。でこの、まあ、世界ヘビー級チャンピオンになられた印象、まあ、印象といってもね、まだワンシリーズですよ、まだ始まったばっかですし、まあ、このままだと真田さんは本当にチャンピオンになっただけで終わってしまうんじゃないかなと、チャンピオンになっただけの真田さんで明日を迎えてしまうんじゃないかなと、そう思ってます。で最後なんですけど、サナ選手、あの今、ヒロム選手はロスインゴの時にサナさんの考えていることはよくわからなかった、まあ、そして今もわからないとおっしゃるんですけど、逆にサナダ選手は、ヒロム選手のことをどう思われていたのか、ちょっと伺えると思います。5、6年ぐらい
同じユニットでいたんですけども、多分トータル5分ぐらいしか喋ってないし、ただ気持ちの強さはすごいリスペクトしてて、そこでチャンピオンになったんだなっていうのは改めて実感してます。ただヒロムさんの夢を叶えるために協力するつもりは一切ないので、明日は現実を味わってもらいます。ありがとうございました。それでは調印書に署名をいただきます。ちょっと一つ情報があるんですよ。まだ喋って大丈夫ですか？もう帰りたくなっちゃいました。皆さんまだ時間大丈夫ですか？ちょっとね、朗報があるんです。これね、すごいことですよ。LIJ のみんながですね、昨日控え室5月3日福岡セコンドつくわと。これはね、初めて LIJ が一つになったんじゃないかなと、そう思ってます。明日は LIJ 全員がリング上にいるんだね。みんなで戦ってみんなで勝とうかなと、そう考えてます。なので皆さん、明日応援よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは調印書に署名をいただきます。それでは写真撮影に移ります。
以上で IWGP 世界ヘビー級選手権試合の調印式を終了いたします。選手の皆様ありがとうございました。以上をもちましてレスリングドンタク前日イベントを終了いたします。ご来場の皆様並びにインターネット配信をご視聴の皆様、最後まで誠にありがとうございました。